全然見えないです。え？全然見えない。誰が顔は見えないだ。これでこれでやらさせてもらってるよ。見えてるよ。見えてるよ。本当ですか？本当だよ。でもすごく制限されてるけどね、視界は。やっぱり最近この辺見えないんだけど、実はでもこの辺何があるかちょっと感じれるようになってる。さすがにそういう能力が。馬ですね。馬、誰と馬だよ。あ、でも名古屋とか降り立つのどんぐらいぶり？いや、もう2年とか1年半ぐらいじゃないですか。そうだよね。そんな感じじゃないですか。そうだよね。照明の確認中。一番いや、ここで初日、何気に初めての場所、センチュリーホール、嬉しいですね。初めての場所でもう初めての試みができること、逆にね、嬉しく思います。湘南の風 Just coming back。 ゲーム始まるね。紹介お願いします。カレー屋の店長です。今ね、スパイス振り分けてる。スパイスここでですか？そう、忙しいからさ。寝るも惜しんでと。ネイマモジンでライブ中もスパイス仕込んでる、カレー仕込んでる。ね、ライブスカレーです、ね。でもご時世さ、開けたらさ、例えば何かやってさ、リハーサルの後の空いてる時間じゃん、スタッフさんに。その時にこのステージに立てる人とかいたらいいよね、その他にお客さんとかでさ。事前に来てね。まあ今は厳しいけど、ここのステージに立って好きな曲を選んでもらって、その曲の照明を浴びるっていう。なんなら歌ってもいいし。やりたくない？俺だったら絶対やりたいな。お前たち一発目からずっとやってくれてるんで、同い年のゴンザル君。あのね、リハーサルとかね、颯爽と現れる時、ビッグバイクに乗って登場する時かっこいいんで、ぜひ街で見かけたら振り返って、コズルって言ったら振り返ってくれるんで。手でやってたら、うん、なんか最後作ってくれた気がするんだけど、今もうない、ない、ここに現状ない。そうそうそう、じゃあまた今回さ、巻くのある？白、白ですか？ああ、いいですよ、大丈夫、大丈夫。
ですよね。大丈夫ですか。ああ、白身に、うん、ああ、白で。これ艶なし。これ艶なしです。艶あと、うん、これがノーマルのやつだよね。なんとなく、貼ってく感じですか。こっちかな。ああ、バキッとしてるな。改造ですか。あのね、前のツアーでも、何の時だっけな、カラフルな衣装の時、名前は思い出せないけど、その時グリグリ回す。一応ね、テーマカラーというか、あのキャラクターとしてのカラーは緑なんだけど、最初こうやって外したんですけど、ツアーの途中で作ってくれて、それが前の会社のやつしてて、ないらしくて、手元に。だから、また振り出しに戻るみたいな。あ、出来上がったんですね。すごい職人技ですね。見ないでください。思いが詰まったまりくないんだ。あ、みんなの思いが、ね、一つに分かれて、ね、すいません。え、なんすか。みんなの思いがポーポーポッ。取って帰って家のトイレでも入ってでかい声で一緒に歌ってください。もう撮ってんの？撮ってるよ。もう撮ってる？もう撮ってるよ。みんなサボってるから、ハンに乗られるから気をつけてね。取り返せるで、取り返せるで、新しいから。近い近い近い。ビーケー、打ち上げようか。やろうよ。TV.